三橋さん、浜の八百屋というのはこちらちょっとご紹介いただいてもいいですか。そうですね、横浜で採れる、採れたて新鮮なお野菜を、畑に直接自分で採りに行って皆さんに、ご提供できればなと。ああ、はい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 。名前が浜の八百屋なんですけれども、はい、これ今日持ってきていただいたのは、今日は農家さんです。農家さん、すごい。これあれですか、カメラマンへのあの付け届けみたいな、これいいのって言ってたみたいな。てっきり俺餌で置いてるのかなと思ってたんだ。自分も食べるんだとか思ってた。人間は食べてあげても